ははいいでは今日もやっていきましょう今日の試合の感想と明日の見どころ10月24日版ですと、えー、今日は河村勇輝のデビューがお預けということでジャーズ戦で接戦だったから全然出場機会がなくて、まあ、ザック・イディファールアウトジャー・モランとか22点10アシスト、えー、アルダマとベインも20得点取ってて JJJ がいないからリムプロあたりがきつくなってると でアルダマとジェフ・ハフだったかな、あのでかいやつ。やっぱでかいやつがシュート入ると強いねって言ってて、マ、まあ、ルッカにも一緒かと。で、この河村、2K にも来てまして、レーティング67、顔が全然似てないって話題になってますと。<laughs> まあ、ということで、今日のえっ、ー、のグリズリーズ戦は特に見どころがあったようなかったいう、ね、やっぱジャーモラントやべえなっていうのが再確認できたんじゃないでしょうかと。 で残った試合見ていくと、ペイサーズがハリバードンが全然ダメなんだけど、怪我してからシュート入らなくなってるよね、この人。あと、トバイアス・ハリスいいんだけど、クラッチタイムになると点決めなくなるの、あれなんでなんだろうと。でケイド・カニングハムかなりいい感じだったから、今年の MIP、ケイド可能性がありますねと。でもう一人の MIP 候補、このネッツのキャーム・トーマス、えー。37得点とかだったかな、確か。めちゃくちゃ点取ってて。で、ホークスの方は、 あのマックス契約だったかな、ルーキーマックス近くもらってるジェイレン・ジョンソンが10得点10アシストぐらい、これ何なんだっていう、ホ、まあ、ークスはトレイ・ヤングがね、周囲に解放されて、守備から解放されてか、うん、どっちからの、自分も守備しなくていいし、向こうの守備も軽いしってことで、結構伸び伸びとやってましたねと、でヒート対マジック、ちょっとジミーさん。 衰えましたかね、これは。はい。ちょっと気になるな。マジックはまあ相変わらず強いと。バンケロも良かったし、ワグナーも良かったしと。で、セブンティシクアーズとバックスの方はまあ、これはエース2枚いないんでね。バックスがボロ勝ちと。バックスはもうチームが出来上がってるから。で、キャバリアーズ、ラプターズ、スコッティ・バーンズがグロいんだけど、同時にキャバリアーズの方のね、このダリアス・カーランドもグロかった。 スタッツがいでね、うん、試合見たのは、えー、とグリズリーズとサンズとウォーリアーズだけだったかな。うん、ネッツなんか見てもしょうがないんだよねっていう。はい、スタッツ見る限り、ロケッツのリード・シェパードが全然、うん、活躍しないんだけど、新人王のさ、あれ何だったのっていう。で、ペリカント・ブルーズの方がデジョン・テマーレが。 ん確か左腕か右腕骨折したとかいう。で、ロンズボールが帰ってきて、と。で、グレスデルズ・ジャズはさっき話したので、で、クリッパーズ・サンズの前にウォーリアーズとトレイドズ・ブレーザーを見てて、第1クォーターグロックって、あれウォーリアーズダメかなこれって。で、クミンがマックスこれ本当に欲しがってんのっていう。で、試合終わってみてもクミンが、うん、これ一体何なんだろうっていう。で、ウィギンズと、あとバディヒールとかかったかな。うん、バディヒールがシュート入り始めてから試合壊し始めてたから、 まあやっぱり今の NBA のトレンドは、特にレギュラーシーズンは、スリーポイントがどんだけ入って試合を壊すかっていうところかなと、トレール・ブレザーズ、最初の数分は良かったんだけどねと。はい、で、クリッパーズ、サンズ、ポール・ジョージとカワイレナードがいない状態のクリッパーズ相手に、オーバータイムでこんだけぐだぐだしてて大丈夫ですかと。うん、サンズ、これ、ひょっとしたら、ここにいたくない今年の候補はデビン・ブッカーとケビン・デュラントかなと、ロケッツが待ってますよと。 はいじゃあ明日の試合見ていきましょうえー、セルティックスとウィザーズ、<laughs> ギャグか、これ <laughs>。いやいや、これはね、ちょっとね、うん、なんて言いますか、何点差つくんだろうっていう、あと、ジョーダン・プールとカエル・クズマがガベージタイムで点数稼いでくるんで、まあ、アレックス・サーもね、気楽に出れるんじゃないのかなと、セルティックスとウィザーズだったら。 もうウィザーズ勝てるとは思ってないでしょ。で、セルティックス、多分またスリーポイントで試合壊してくると思うんで、なんどこを狙ったらいいかって、ウィザーズの場合、まずポイントガードまともなのがいないから、ジョーダンプールやってるから、ジョーダンプールのとこひたすら狙えばいいし、ああ、でも5番バランチュナスで、4番サール、3番クズマ、4番クズマもあるか。 意外とウィザーズ整ってるかクリバリもいるしだからまあでも狙いどころはいっぱいあるんでウィザーズの5アウトからひたすら狙っていけばいいと思いますよとまあやっぱりジョーダン・プールが狙い目かなとクズマンもいいか <laughs> でスパーズマーベリックス えこれはね、スパーツがどれだけ強くなってるか、またあの最後の新人の期待、ステフォン・キャッスル、新人王ムーブができるでしょうかと、現状において新人王狙いそうなのがいないんだよねと、ちょっと気になったのが、キャバリアーズの方のジェイロン・タイソンだったかな、あの人6分しか出てなかったけど、5点ぐらい取ってて結構良かったと思うんで、この人も可能性あるのかなと、ドロマン・クリンガンとザック・イリアもへッぽでした、今日は。 でマーベリックスがじゃあどこまでできるか、去年の,あのフロックではなかったのか、そこら辺が気になりますねと、で次、デンバー・ナゲッツとサンダー,うーん、サンダーが本当に優勝候補になれるのか、優勝候補筆頭か、だからセルティックスと同じぐらいの強さを持ってるのかどうかっていうのを試金石とってナゲッツの相手にするとで、ナゲッツは今年どれだけできるかっていう、KCP がいなくなった状態で、まあ、ウェストブルックと、 あと誰だったかな、白人の選手、サリッチだ。のを取ってきてるから、大きな戦力ダウンはしてるとは思うんだけど、埋めて、他の部分が強くなってる可能性もあるんで、今ちょっと思ったけど、ミケル・ブリッジスのシュートフォームって、ニコラ・ヨキッチにそっくりなんだけど、なんであんな変なフォームしてんのミケル。<laughs> うーん、というか、ミケルに指名権6枚出すチームってあるのかなって、絶対ね、全国の、いや、全世界のネッツファンの皆さん、ニックスにね、足を向けて寝れませんよねっていう。 で、ラスト、キングスとティンバーウルブズ。えー、キングスに負けるようだったらティンバーウルブズ、いよいよ今年弱体化してますよっていう。うん、だけど、ここでキングスにボロ勝ちすればティンバーウルブズやっぱりかと。まあ、ゴベアとかアートマンとかいるんで、そんな大きく弱体化するとは思えないんだけど、ただ、ジュリアス・ランドルのところが得点効率落ちてるから、キャットと比べて。そういった意味で、やっぱキャットを4番で起用できるチームは強かったんだろうなと。で、キングス、 えー、よくこのヨキッチ族って、シェン軍、サボニス、ヨキッチ。で、サボニスにしかなれねえから、シェン軍ダメじゃねって意見があるんですけどね、最後にこれ言っとくと、これ、ヨキッチ族のキーポイントって何かって得点力なんですよねと。得点がどれだけ取れるかによって、自分に引力が関わってくるんで、サボニスの場合は、ミドルショット、スリーポイント、あとポストプレイ。 全部が、うーん、エースを、うん、やるには中途半端だからサボリンスは機能しないんじゃないのかなと、あんまり。まあそういった意味で優勝チームの予期地族としてはちょっとイマイチかなと。 ということで今日はね、えー、っと、10月24日分の今日の試合の感想と、明日の見どころを語っていきましたと、河村勇輝のデビューはお預けになってるしあとなんか名前が違ってるんだけど、間違えてるこれ。だけど、まあ、変なところでね、出されてね、ミスポカして、先輩になるよりはいいんじゃないかと思います。ということで、失礼します。